のよ。本日は横浜市中央の国立公園新穂高のきれいにご登場くださいまして誠にありがとうございます。新穂高の杖はただいまご乗車いただきました新穂高温泉駅より終点の西穂高口駅までを第1と第22つのロープウェイで結び、その全長は3171メートル、高低差は1035メートルあります。現在通っているこの辺りロープの傾斜が約38度あり、当ロープウェイの中で最も急な場所です。またこの第一ロープウェイのゴンドラ44名様定員で毎秒 3.6 メートルの速さに進み、約4分間のご乗車となります。待てよ、片道で何分だ。やばい、進行方向右手側、まもなく下りのゴンドラとの接合です。横中に置いてる。